はい、こんにちは、トライトです。今日はトライキャストの方って、ええ、よくお話をね、いただく、ご質問等をねいただくところの話をしていこうかなと。そうですね。で、トライトについてどんな会社なんですかってやっぱり気になる方、ホームページ、うん、まあ、見られている方もいらっしゃると思いますし、まあ、そうじゃなくてね、うん、ホームページ見ないでご質問いただくというようなこともあると思います。はい。で、まあ、トライトってどんな会社なんですかというご質問があるので、はい、まあ、今回はね、お答えしようかなと思っていますが、お答えしていきますか。まあ、基本的にいろんな人出てますが、運営してるのは私たち2人ね、ラジオでよく喋ってる CEO と CO の2人で、そうですね、基本的には運営してます。で、まあ、ね、いろんな職業とかあるけど、基本的に、うん、運動指導がメインだね。動画ではサッカーとか、うん、ヨガとか、うん、いろいろ上げてますが、うん、基本的に何かの、運動、どんなものでも基本的には対応できるものになってます。その道の、はい、まあ、一流のね、指導者だったり、はい、あと経験者、まあ、プロアスリート、はい、っていうような人たちが教えに行くというのが基本なので、うん、何を教える専門なんですかっていうわけではない。わけではないですね。うん、だからご希望に合う、うん、スタッフを派遣して指導してもらうということになっています。うん、だから元はね、その選手たちが活躍できる場を、そうですね、そうですね、そう、提供したいっていう思いで作ったものなので。うん、最初からそこだったね。そう、最初からね。で、まあ、今後もそうだけども、うん、まあ、特にね、仲のいい J リーガーとかいる中で、そういう子たちが引退した後にね、うん、第二のセカンドキャリアってよく言われるけど、プロの選手だったって、うん、でそのセカンドキャリアを支援するための一つのね、うん、方法として、うん、であとは自分にやっぱりそういう技能とか、ね、そういう力がある人もやっぱいるわけで、うん、そういう人たちが資格取ったけど活躍できる場がないとか、うん、なるほど、うん、だそういう人たちのために一応ね、トライットというものを立ち上げて、うん、運営してるということになります。そうですね。だコアスタッフは2人だけども、うん、実際に指導する人たちは山ほどいっぱいいると。山ほどいるとね、うん、なるほど。そういう組織図というかね。そう、だから会社っていう会社像ではないよね。そう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 、よくね、うんうん、だからもうレスポンスとかそういったものもめちゃくちゃ早いし、早いよね、決断もね、うん、はい、OK みたいな、じゃあやってみようかみたいな感じだから、うん、難しくないからね。そうそうそう、うん、っていうのがあります。で、まあ私たち2人のねことも質問等されますが、まあ基本的にこれ、まあ、副業って言ってますけど、うん、ね、サブの方じゃなくて、複数のね、複数のね、うん、副なので、まあこの事業だって全力で取り組んでるから、うん、まあ、本業なんですかとかいろいろ言われるんだけど、うん、まあ、全てが本業、うん、まあ、強いて言うなら私は教える仕事をしてるから教えるっていうものが専門、うんうん、になってきます。ただそれが幅広いだけ、うんうん、ちっちゃい子供から大学生とか、もっと言えば中高年の人とか、ね、なんかその、まあ、ある程度の全ての世代を網羅してるところにはなるので、うん、あ、まあでも初めて今明かしたと思うけどね、うん、まあ、ね、そういうのが専門、うんうん、教えるっていうものが専門なので、まあそういうね意味合いも込めてね、うん、いろいろとこういうとこ話したりとか、うん、してるというのがあります。まあそのトライトの会社のコンセプトにはすごい合ってるよね。そうそうそう、そもそもの仕事がね、うんうん、だから、うん、ね、空き時間では一応ね、うん、これが一番最後に出てきたものっちゃものだから、うん、後付けのものも多いんだけども、うん、まあ時間ある時にね、やっぱこういうのをちゃんとやってるし、うん、動画編集したり、うん、YouTube 今力入れてるからね、うん、こういう時代だからさ、うんうん、YouTube やったりとかさ、うん、いろいろと工夫はしてね、時間を取ってるわけだから、うん、そうだね、うん、だから直結してるのはね、いいなっていうのは思うよね、うん、まあ、リンクしてるよ ね、まあ、ね、かなりね、うん、まあ、私の場合はね、三権分立ですね、あ、本業、まあ、全くリンクしてないです、基本的に。そうね、それぞれ、ね、指導をしてる、うん、ね、指導メインのこの会社のね、うん、にちなんだ仕事を他2つをやってるわけではないし、うん、そうね、うん、離れてね、完全に体を動かす仕事と、うん、
まあ、こっちと、うん、で頭を使う仕事、ね、もうね、うん、疲れるぐらいだよ。そう、ね、あの酔ってないのに、うん、酔った時の疲れってわかるだろ、うん、あれもう、ね、あの情報戦にやられてさ、うん、もう夜10時半ぐらいになるでしょ、もう暗っ暗いよ、うん、っていうぐらいのね、まあ三件、うん、リンクしてない私の場合は仕事をしてるって感じだけどね。まあ、うん、副業っていうね、コーツつけるわけじゃないけど、うん、まあやりたいことが僕の場合はもう先に来ちゃってたから、うん、うん、それをやりつつ、まあね、うん、一緒にやってるよと。そうそうそう、うん、なかなかだからほら二人でやるっていうのは難しいじゃない、うんうん、そうだね。だけどよく続いてますよね、うん、なんだかんだね、うん、続いてますんで、ああでもないこうでもないとね、うん、言いながらこうやってるって、別にね、お互いがお互いね、うん、こう負担だともこう思ってもないからね、この事業に関しては。そうだからほら別にほらね、やりたきゃ やりゃいいだろうし、うん、ねっていうようなスタンスで常にやってるからさ。そうそうそう、うん、まあ、あとはあの何をやってるかっていうので、サッカー系の動画が今多いかなっていうのがあるんだけども、ね、やっぱりあの2人ともサッカーやってたっていうのがあるので、うん、そのね、サッカー系っていうのがやっぱり軸にあるかなと。それはあるよね、うん、だから分かりやすく聞かれてすぐ答えるのはやっぱりとりあえずはサッカーはっていうところ、ね、うん、まあ、うん、ね、自信持って言えるところ、うんうん、そ, まあ、その他も自信あるよ、はっきり言って自信あるんだけど、やばいよね、うん、その他のそう取り揃えてるね、そう取り揃えてるメンバーはすごいんだけど、うん、やばい、あんまりこうね、オープンにっていう、ここで話してもっていうのもあるし、うんうん、それぞれがやっぱこうね、うん、要望してくれれば答えていくっていうようなスタンスだからさ、うん、いやでも結構専門的なアスリートが、ね、そうそうそう、多いからね、うん、うん、まあ、私たちはサッカーで、そ、そのサッカー指導の動画とかそういうの簡単にね、解説はしてますが、うん、まあメインはね、そういうところと、うん、うん、いうところ、うん、そう、だからまあ将来的にはね、J の選手とか引退したら一緒にね、このトライットでサッカーチームを作ってとかさ、そういう理想はあるけども、大きいね、今 それは夢だ、ね、動いてるからね、ちょっとずつね、うんうん、だけどまあ今はね、そのための下準備じゃないけどね、うん、っていう時間に当たってるっていうぐらい、まあ、うん、でもここをきっちりやっとけばさ、後でね、遠回りすることもないから、うん、ね、まあ、そんなところでまあいろいろね、こまごまと近しいっていうかね、人が聞いてくれてるんでね、うん、まあ、徐々に、まあ確かに足元の話ってあんましてなかったなっていうのもあるからね、まあ、ね、うん、まあ、それをしながら、しながら ね、まだまだね、いろいろ聞いてくれてる人がやっぱいるんでね、うん、そう、まあ、ツイッターとかたまに、うん、つぶやいたりとかするから、そういうのをね見てもらえれば、まあ、どういう人がやってるのかなとかっていうのはありますが、あ、そうか、ツイッター見れば大体わかんのか、ツイッターでね、たまにねボソってつぶやいてる、うん、うん、そう、そういう経歴とかさ、あ、うん、あ、そう、あ、この間言ってたね、そう言ってたとか、うん、で、それを見ればそう見ればわかるかなと、わ、うん、かるわかるね、うん、うん、まあ、何かご質問等があれば、ぜひね、うん、要望してリクエストいただければと思いますので、はい、DM でもいいし、直接ね、お話しいただいてもいいかなというのがありますので。コメント書いていいんですかって言ってた。あ、コメント全然、書いて。ガンガン書いてって言った。あ、そう、まあ、誰かしら答えるからね。そうそう、どっちか答えてください。やっぱりそうだね。そうそうそう。はい。では、じゃあ今日はこれで終わりにします。質問の答えです。はい、どうも。